さん、お疲れ様です。はい、ついに来ました、東京ボディービル選手権の日ですよ。いよいよ、まあ、いよいよっていう感じが実はしなくて、なんか昨日までも全然普通に、あの、僕はパーソナルトレーナーの職業をやっているので、仕事をしてきて、今日ここに来たっていう感じなんで、いつも通りな日常ですね。今、まあ、仕上がりとしてはいかがですか？あ、すごくいいです。でもなんかその仕上がりにこうフォーカス、つまりこう注目したわけではなくて、全部バランスよく整えてきた感じですね。結局この見えるものじゃなくて、見えないところも整えないといけないんで、バランスがいい状態を整えてきたつもりなんで。あ、そうなんです。はい、なんか表情もかなりなんかいい気がします、ね、そう、まあ、ここ3回目なんですよ実は。ここはあの葛飾シンフォニーヒルズっていう場所で、はい、皆さんですね、呪いっていう風に言う大会です。呪い？呪いです。これですね、僕が低迷したきっかけになった大会なんですよ。ずっとこう予選敗退なんですよ。で、今日はここでしっかりと自分が満足するような結果を狙っていくっていうのがまず一つ目標です。で、もう優勝もしっかりとしていきたいので、準備としては直前まで本当に怠らないように、今日はもうゆっくりリラックスしてます。初めてパンプアップをそんなに時間をかけずにやるっていう大会になるので、ちょっと実験的な要素もあるなっていう。あんまりかけないですか、時間を？時間かけないです。10分で蹴りをつけます。10分？はい、だいぶ短いじゃないですか。だいぶ短いです。それはなんか意図というか意味があるんですか？意図ありますね。今日このギャラリーの観客席の方にこういろんな方がいて、ここまでいろいろな人と関わってきて、力みすぎだっていうことを言われたので、力まずに勝負をしてみようかなっていう。結局体って力むと筋肉が収縮してちっちゃくなるんですよ。で、ちっちゃくするんじゃなくて大きく見せたいじゃないですか。だから今日は血流を流して、で、あくまであとはこう空気の操作で体を大きく操作するっていう余裕がある状態で出たいですよね。なるほど。そういう実験をしてみます。一番そういう時が調子いいんですよ。実験できるぐらい心の気持ちがあるってことですからね。確かに。いいですね。はい。しょ。一応坂本家ファミリーは全員います。おばあちゃんです。日傘で顔隠してるんですけど、坂おばですね。坂おばが水色で、紫が坂ばあばですね。愛知かな。そうですね。確定演出ですね。確定演出、家族揃って見に来るときは、まあ、僕の調子がいいなっていうふうに確信しているときなんで、あれなんですよ、ごめんなさい、パチンコみたいな話になるんですけど、調子悪いとき来ないです。ちゃんと多分分かってるんだと思います。逆に事前に分かるんですか、はい、家族が。ちゃんと写真とかインスタで上げてるの見てると思うんで、多分分かってるんで、今日は多分結果が良くなるような確定演出は出てるかなっていう。筋肉見たら分かるんですね、はい、家族 も実際体重もめちゃくちゃ重くなってますね。確かに体重今いくつぐらいなんですか？体重が今日 78.5。 だから微妙なんですけどちょっと重くなってますね。確かに。だいぶいいんじゃないですかね。でかいですよね。はい、なんか最近いろんなテレビでボディービルダーって密着されてるのを見てて、はい、なんかこの大会だったら、まあ何をしてやろうかなって考えてたんですけど、今回は、今年まだシーズンこれ始まったばっかりなんですよ。始まったばっかりなんで、結構自由に暴れてこようかなと思います。期待してますよ。はい、任せてください。応援よろしくお願いします。最初は規定4ポーズ、はい、
で、確か44名いるはずなんですけど、相当減らす予定です。20人ぐらいまで減らすっていうのを確か名簿表で確認してて、フロントダブルバイセップスで、フロントラットスプレッド、バックダブルバイセップス、アブドミナル&サイの規定4ポーズを、他3ポーズ省略した形で、人数が多いので最初はやっていきます。でその練習だけ最初はする程度で、本気でやると3回パンプアップすることになるんで、どこかにピークを持っていきたいです。最初は若干流し気味でいきます。予定通り10分ぐらいのパンプでいきます。で何回も張るものじゃないんで、どこで奥の手出すかですよね。出番10分前でパンプアップを回してないのは人生で初めてですね。いや疲れやすいらしいですね。なんかよくよく見てみると、結局ボディービルってその同じポーズで長く耐えることが多いんですよ。体力がすごく問われる、持久力が問われてくるんで、疲れちゃいけないような工夫も今年はよく考えないとなっていう。それはどこで出し切るかっていうその選択を間違えちゃいけないなっていう。もう本気を出せるのは分かってるんで、本気を出す場面をよく考えます。敵にしようをくれてはこの敵にしよう。ふざけてるつもりじゃないんですけど、点滴みたいに飲むのがすごく良くて、一気に飲んじゃいけないんですよね、水抜き後って。でまあ、ちょっと不適切な表現になる可能性があるんですけど、まあ、チュパチュパ飲むというか、チュパチュパ、そう、哺乳瓶、もうちょっとずつ取るのがいい。はい、これ本当に赤ちゃん用のミルクが入ってます。あ、本当にミルク、本当にミルクが入ってます。粉ミルク、はい、どうせ哺乳瓶買うなら、まあ、粉ミルクも買おうかなって。粉ミルク自体もいいんですか？初めてです。あ、でも鉄分とかも、電解質とか、ビタミン、ミネラル、全部思いつくものは全部入ってるんで、結構使えるのかなっていう。悪いものは入ってなさそうですね、なんかイメージとしては。まあ、僕が20年前に飲んでたやつですからね。そうですね。直前の調整です。
そうですね、直前の挑戦失敗しちゃいましたとしか言いようがないですね。なるほど、負けちゃいました。マジか。よし、一旦きっぱり帰りましょう。はい、終了。なるほど、マジか。ちょっともうどうしようもできないんで、一回ちょっと撤収しますか。これは終わりは終わりなんです。あ、朝で終わっちゃいましたね。はい、小野さん、いました。来年リベンジというか、ちょっと逆に見えなくなってきますね、勝てる感じが。もう言葉が出ないわ。なんか悲しいとかも、なんか怒りとかもなんか湧いてこないですね。一回ちょっと外出ていいですか。はい。くわー、いやもう、出力不足としか言いようがないですね。涙も出ないですね、ここまで来ると。ちょっともう出るものもないぐらい、もう水抜きはしていたつもりなんですけど、シンプルに実力不足だったなっていうのも感じますし、なかなか勝てないですね。うん、でも調整は結構いい感じ進んでたんじゃないですか。まあ、破天荒な調整でしたけど、まあ、それなりにいつもうまくはいってるんですけど、そうですね、やっぱり調整のいつも前日がいいっていうパターンなんですよね。前日が仕上がってる、大会の日がうまくいかない。いやー難しいな。まあでもなんかその前みたいになんか折れるっていう感覚はないんで、一回ちょっとまあそうですね、仕上がってたのが結構早かったんですよ今年は。で2ヶ月前に仕上がって、で1回パワーリフティングの大会に出た時にちょっと調子を落としたなっていう感覚はあったので、そこが多分あれですね、分岐点だったのかなっていう感覚はしますね。ちょっと負け試合を見せてしまって申し訳ないです。ちなみに今回の結果でいうとどういう感じになったんですか。結果はですね、予選敗退なんですよ。予選敗退なんで順位も多分ついてないですね。ちょっとすいません、ありがとうございました。今日次はどこ。8月25日の全日本ジュニアボディービル選手権なんですけど、ちょっと心配ですね。ちょっと頑張ります。お願いします。はい、次も頑張ってください。はい、ありがとうございました。